もみの樹皮もみの樹形もみは、松科もみ属の常緑針葉樹である。日本に自生する、もみ属で最も温暖地に分布し、その北端は秋田県、南端は屋久島に達する。樹高は40メートルにも達するものもある。もみ属全般に樹皮が白っぽい灰色である樹種が多いが、もみの樹皮はかなり茶色がかっている。日本に自生する、もみ属では最も葉が大きくて硬い。若枝には軟毛が生える。葉は細くて硬い針状で、先端はに刺して、鋭く尖るが、老木では、先の丸まった葉をつける。球花は10から15センチメートルと大柄で、はじめ緑色、10月頃成熟すると灰褐色になる。成熟すると鱗片が脱落するので、松笠のようにそのままの姿で落下することはない。リスなどがその種子を好んで、食うので、樹下に青い鱗片が集まって落ちているのを見ることがよくある。つがとともに、照葉樹鱗帯で、広葉樹に混じって生育するが、照葉樹鱗帯と落葉広葉樹鱗帯の中間地帯には、往々にして、高木に、もみとつがが優占する森林が成立することがあり、これを中間温帯林と称する場合もある。東京近辺の高尾山には、もみの密生する地域があり、また高尾登山電鉄ケーブルカー、高尾山駅の周辺で、もみの大木を見ることができる。紀伊半島などでは、戸笠原も根生する。ありがとうございます。